仕事に遅刻するカスはクビだ。今日限りで去ってもらう。社長室で告げられた言葉がまだ耳に残っている。俺はアパレルメーカーで10年間働いてきた営業マン。今日から本社復帰のはずだった。だがその夢は儚く散った。新規ブランドとの大型商談を前に、道端で倒れた女性を救助。そのために商談に遅刻したことが発端だった。人の命より商談を優先しろというのか？俺の抗議も虚しく、大石部長は執拗に攻撃。挙句には架空の不正も仕立てられた。段ボール箱を抱え、エレベーターに乗り込む。窓越しに見える渋谷の街並みが、どこかうつろに映る。誰かを助けることは、本当に間違いだったのか？そんな疑問を抱えたまま、俺は会社を後にした。すべてが終わったと思った。だが、これは終わりではない。むしろ、新たな物語の始まりだった。あなたに会いたかったわ。とある女性が俺を見て言う。給料3倍であなたを雇わせて。え？その出会いはまさに運命だった。俺の名前は雨森すぐる、32歳。日本を代表するアパレルメーカークロスラインで10年間アパレル営業として働いてきた。入社以来、業界でも指折りの実績を残してきたと自負している。そんな俺だが、2年前に大阪支社に転勤になった。当時業績が低迷していた関西エリアの立て直しを任されたのだ。そして今、本社への復帰を命じられた。理由は一つ。新規ブランド、リュミエールとの大型商談だ。雨森さんじゃないですか。お帰りなさい。エントランスで、警備員の山下さんが、懐かしい笑顔で迎えてくれた。山下さんとは、入社当時からの付き合いだ。山下さん、お久しぶりです。相変わらずお元気そうで。雨森さんこそ、大阪で大活躍だったって聞いてますよ。売上 200% 増だって。まあ、なんとか。謙遜しつつも、頬が少し熱くなる。確かに、大阪での2年間は、命を削るような日々だった。朝は5時に起き、深夜まで営業を回り、取引先との信頼関係を、一から構築するため、毎日店舗を回って現場の声に耳を傾けた。休日返上で企画書を作り、時には車中泊をしながら、関西圏の隅々まで足を運んだ。食事は不規則で、コンビニ弁当が当たり前。体重は10キロ落ち、胃薬が欠かせない日々。それでも諦めなかった。地域特性を生かした商品展開。きめ細かな店舗フォロー。スタッフ教育。1年目は苦戦の連続だったが、少しずつ成果が見え始めた。2年目には、ついに売上 200% 増を達成。その数字の裏には、数えきれないほどの挫折と、それを乗り越えた先輩や後輩たちの支えがあった。エレベーターで21階営業本部へ。ガラス張りのオフィスに一歩足を踏み入れると、懐かしい空気が肌を撫でた。おお、雨森じゃないか。雨森さん、お帰りなさい。大阪大変だったでしょう。次々と声をかけられる。懐かしい顔ぶれに、緩んでしまう表情を一生懸命に抑える。そんな中、ひときわ冷ややかな視線を感じた。遅いぞ、雨森。低く突き刺さるような声。大石部長だ。身長180センチを超える長身に、がっしりとした体格。いつも真っ黒なスーツに身を包み、威圧的な雰囲気をまとっている。実力主義を掲げる一方で、部下の手柄を横取りすることでも有名だった。ここ数年は特に焦りが見えるようになっていると、本社の人間から噂程度に聞いている。次期部長候補と噂される俺の存在が、彼にとって目障りなのは明らかだった。本社復帰を命じられた時から、この日が来ることは予想していた。申し訳ありません。今朝一番の新幹線で。言い訳はいい。今日の商談、お前も同席しろ。俺は一瞬息を呑んだ。大石部長との商談。しかも初日から。はい、承知しました。大阪で少しは結果を残したようだが、
所詮は地方の営業所だ。本社は違うぞ。部をわきまえておけ。まあ、お前のような叩き上げの営業マンには、本社での仕事は荷が重いかもしれんがな。意図的に、叩き上げという言葉を強調する大石部長。確かに俺は、地方の普通の大学を出て、コネもなく入社した。彼のような一流大学出身者とは違う。だがその分、実績で這い上がってきた自負があった。大石部長は、俺の返事も待たずに、早足で去っていく。背中からは、普段の威圧的な雰囲気とは違う。何か、焦りのようなものが感じられた。気にするなよ。大石部長、最近ずっとあんな感じだから。隣のデスクから、同期の村井が声をかけてきた。気にするなと言われても、この重圧は無視できない。俺は深いため息をつきながら、デスクに向かった。村井が、小声で耳打ちしてくる。今日の商談、リュミエールとの新規取引だぞ。大石部長、かなり気合入ってる。リュミエール。老舗アパレルメーカー、桜屋が立ち上げる新ブランドだ。ターゲットは20代後半から30代の働く女性。高級路線でありながら、手の届く価格帯を実現するという、業界でも注目度の高いプロジェクトだ。この契約が決まれば、初年度だけで売上100億円規模、3年で300億円という途方もない数字が見込まれている。我が社にとっては過去最大級の案件となる。具体的には、全国の百貨店やファッションビル約150店舗での販売権を獲得。さらに、リュミエールの商品企画にも参画でき、デザインから価格設定まで一緒に作り上げていける。独占販売契約もあり得る話だ。何より、このブランドの成功は、アパレル業界の新たな潮流を作ることになる。働く女性のためのラグジュアリーブランドという、誰も成功させていない領域に挑戦するのだ。その歴史的な一歩に、我が社が関われるかもしれない。社内では、10年に一度の大型案件と呼ばれ、他社も垂涎の的としている。だからこそ、この商談には失敗できない。俺が本社に戻された理由が、これだからな。そう。俺が本社に呼び戻された理由。それは、この大型案件に先方が、俺を担当者に指名してきたのだ。長年積み上げてきた実績と、信頼関係が認められての指名。それは営業マンとして、これ以上ない誇りであり、責任でもある。その重圧と期待に身が引き締まる。すると突然、携帯が震えた。商談30分前倒し、13時開始。大石部長からのメッセージ。時計を見ると、12時40分。会場まで20分はかかる。急いで外出の準備をしていると、大石部長が、俺の隣を歩きながら声をかけてきた。雨森、行くぞ。ああ、はい。急いで、エレベーターに飛び乗る。ロビーに降り立った時、外は土砂降りだった。傘を広げ、広場のビルまで小走りで向かう。渋谷のスクランブル交差点、人混みを縫うように駆け抜けていくと。ああ。俺たちの数メートル先で、スーツ姿の女性が突然、膝から崩れ落ちた。顔面蒼白。明らかに容態が急変している。大石部長は、女性の異変に気づいた。一瞬足を止め、女性を見下ろす。あれ、ただごとじゃありませんね。俺は部長に話しかけているのか、自分に言っているのかわからなかった。それなりにパニックで、何をすべきか、一瞬わからなかったのだ。遅刻は許されん。他の誰かが助けるだろう。大石部長は、そう冷たくつぶやくと、傘を強く握り直し、女性の横をすり抜けていった。雨の中、黒いスーツの背中が遠ざかっていく。俺は彼の行動が信じられなかった。待ってください、部長。救急車を。俺の声も、雨音に消されたのか、大石部長は振り返ることもなく、そのまま消えていった。大丈夫ですか？俺は迷わず女性に駆け寄った。雨は容赦なく降り注ぐ。スーツはすでに雨に濡れ、シャツまで透けそうになっている。だが、そんなことは些細なことだった。痛い、胸が。女性は苦しそうに胸を押さえている。年齢は30前後か、
整った顔立ちの中に凛とした芯の強さが垣間見える。だが今は痛みで表情が歪んでいた。救急車を呼びます。スマートフォンを取り出し119番オペレーターに状況を説明する。そうこうしているうちに女性の意識が朦朧としてきた。しっかりして、救急車はすぐ来ます。俺は女性の体を支えながら声をかけ続けた。周りの通行人も何人か集まってきて傘を差し掛けてくれる。救急車のサイレンが聞こえてきた。自分も同行させてください。彼女が倒れる瞬間を見てました。そう救急隊員に告げると快諾してもらえた。救急車に乗り込む直前、携帯を確認する。13時5分。すでに商談開始から5分が経過していた。俺は心の中で大石部長に謝る。すみません。でも、これは俺にとって正しい選択だ。車用の携帯をポケットにしまい、救急車に乗り込む。女性の手を握りながら、大丈夫ですから、と何度も声をかけた。声が届いているかはわからない。それでも励まし続けた。彼女の指先は冷たく震えていた。その震えを止めようと、俺は両手で包み込むように握る。救急車はサイレンを鳴らしながら渋谷の雨の街を駆け抜けていった。病院に到着し、俺にできることは終わった。会社に戻ろうとする道すがらで、その病院から連絡があった。おかげさまで一命を取り留めました。急性の狭心症でしたが、早期発見で大事には至りませんでした。看護師の声に緊張が溶けていく。ご家族の方も到着されて、今は安定しています。付き添ってくださって本当にありがとうございました。受話器を置きながら、ほっと息をつく。あの時の選択は間違っていなかった。命に関わる事態だったのだ。そんな安堵もつかの間、会社に戻った俺を待っていたのは、ただならぬ空気だった。オフィスに足を踏み入れた瞬間、周囲の視線が一斉に俺に注がれる。それは同情なのか、非難なのか。誰もが俺を見ているのに、誰も声をかけてこない。理由は、おおよそ想定できていた。雨漏り。怒号が響く。大石部長が大きな体を揺らしながら近づいてきた。顔は朱に染まっている。お前何様のつもりだ。商談をすっぽかしやがって。その声はフロア中に響き渡った。デスクで作業をしていた社員たちの手が一斉に止まる。申し訳ありません。でも部長もご覧になっていましたよね。急病人が。黙れ。俺の言葉を遮る大石部長。その目はまるで獲物を狙う猛禽類のようだった。リュミエールとの商談だぞ。年間売上100億が見込める大型案件なんだぞ。それをお前は路傍の人間一人のために台無しにした。しかしあの方は本当に危険な状態で。仕事を舐めるんじゃない。机を叩く音が鳴り響く。この業界で10年もやってきてまだそんな甘っちょろい考えなのか。営業は結果だ。家庭なんて誰も評価しない。喉まで出かかった反論を俺は飲み込んだ。確かに商談を台無しにしてしまった責任は重い。だがあの時苦しむ女性を見捨てることは人としてできなかった。社長室まで来い。背中から突き刺さるような視線を感じながらエレベーターに向かう。乗り込む前、社員たちが心配そうな顔で見ていた。重々しい扉を開けると社長は窓際に立っていた。外ではまだ雨が降り続いている。雨森くん。振り向いた顔は疲れているように見えた。大石くんから事情は聞いたよ。そしてリュミエールからも報告を受けた。大型案件は一旦白紙にしたいとのことだ。冷たい汗が背筋を伝う。先方は担当者指名で君を希望していたのに残念だよ。その言葉が最も俺の心を締め付けた。そして大石くんからは別件の報告も受けている。社長は重々しく椅子に腰を下ろした。大阪支社での不正な経費処理、取引先との不適切な関係、そして部下たちへのパワハラ行為。え？耳を疑った。意味がわからない。
だって、そんなことは一度もしていない。証拠もある。大石くんがすべて調べ上げてきたそうだ。誤解です。そんなことは一度もしていません。雨森くん。社長の声が、俺の賢明な答弁を遮った。会社としては、君との契約を本日付で終了させていただく。頭の中が真っ白になった。10年間、一生懸命に積み上げてきたものが、音を立てて崩れていくような感覚。社長、どうか話を、大阪支社の人事に話をもう一度聞いてください。そんなものは不要だ。話は以上だ。冷たい言葉が全てを終わらせた。社長室を追い出されてフロアに戻り、机の私物を片付けていると、村井が近づいてきた。なあ、大石部長がいろいろと仕組んだんだろ。俺が証言するよ。ありがとう。でも、もういいんだ。俺は疲れた笑みを浮かべた。段ボール箱を抱え、エレベーターに向かう。背後では、大石部長が部下たちに指示を出す声が聞こえる。まるで何事もなかったかのように。外に出ると、雨は上がっていた。どこか皮肉めいている10年間通った会社を最後に振り返る。今日復帰したばかりなのに、こんなことになるなんて。人を助けることが間違いだったのか？荷物を抱え直し、俺は歩き始めた。行き先も決まっていないのに。胸の中で怒りと悔しさが渦を巻く。でも、あの時あの選択をしたことは、きっと間違いじゃない。そう信じたかった。翌日の午後、俺は渋谷の病院を訪れていた。受付で名前を伝えると、看護師が優しく微笑んだ。あの方、あなたのことをずっと気にされていましたよ。病室のドアを開けると、白いベッドで横になっていた女性が、ゆっくりと顔を上げる。昨日俺が救助した女性だ。昨日とは違い、表情に血色が戻っている。よかった。お礼を言い損ねるところでした。柔らかな声に、俺は思わず緊張を解いた。大丈夫ですか？具合は。はい。早期発見のおかげで、大事には至りませんでした。本当にありがとうございました。彼女は深々と頭を下げた。窓から差し込む午後の柔らかな日差しが、その仕草に温かみを添えている。いえ、当たり前のことをしただけです。当たり前ですか？彼女は少し寂しそうな表情を浮かべた。昨日、あの状況で私を助けてくれたのは、あなただけでしたよ。その言葉に、大石部長の後ろ姿が脳裏をよぎる。それを振り払うように、俺は話題を変えた。今はお一人なんですか？ええ。母がお見舞いに来てくれましたけど、少し前に仕事で戻りました。そこで彼女は、ふと気づいたように首をかしげた。そういえば、あなたのお名前を伺っていませんでしたね。ああ、雨森すぐると言います。雨森さん。彼女の表情が一瞬固まった。もしかして、クロスラインの。今度は俺が驚いた。ええ、そうですが、どうして俺のことを。彼女はゆっくりと起き上がり、深いため息をついた。私の名前は、湯原桜子です。桜屋の。頭の中で、ゆっくりと歯車が噛み合っていく。湯原、桜屋。え、桜屋？はい。雨森さん、昨日うちと商談のご予定でしたよね。私が担当するはずだったんです。目の前が真っ白になる。湯原桜子、桜屋の社長じゃないか。俺が命がけで助けた相手が、白紙になった案件の責任者。詳細は聞いていないのですが、昨日の商談は、一旦白紙になったと。すみません。私のせいで、そちらの会社にもご迷惑を。湯原さんの声が、申し訳なさそうに震える。いいえ、そんな。でも、本当に大丈夫です。俺は強く言い切った。湯原さんの心配そうな表情に、かえって申し訳なく感じる。実は、湯原さんは、少し迷うような素振りを見せた後、ゆっくりと続けた。私、あなたのことを知っていたんです。大阪支社での実績もお人柄も、
そうなんですか。新ブランドの立ち上げを任されたとき、真っ先に思い浮かんだのが雨森さんでした。大阪エリアの売り上げを 200% に伸ばした方が、私たちの新ブランドを担当してくれたら。彼女は一呼吸置いて、真剣な眼差しで続けた。だから、担当者指名をお願いしていたんです。そうだったのか。湯原さんが俺を。ますます申し訳ない。ですから、元気になったら、改めて。申し訳ありません。俺は彼女の言葉を遮った。実は、もう私は、クロスラインを退職することになりました。病室に重い空気が流れる。湯原さんの表情が凍りついた。え？退職？そんな急に？昨日の商談を欠席したことと、様々な、まあ、いろいろあって、具体的な説明は避けた。大石部長の策略なんて言っても、言い訳にしか聞こえないだろう。まさか、私のせいで。湯原さんの声が震える。白い病室のシーツを、強く握りしめる手に力が入る。違います。これは、俺の選択です。俺は静かに、だが、強い確信を込めていった。人の命に関わる場面で、見て見ぬふりはできません。たとえ同じ状況でも、自分は絶対に同じ選択をします。後悔はありません。湯原さんが、ご自身を責める必要もありません。窓から差し込む陽光が、俺たちの間に落ちる沈黙を優しく照らしていた。私にも考えがあります。湯原さんが突然、凛とした声で言った。その表情は、昨日の苦しそうな面影が嘘のように、意志の強さに満ちていた。新ブランドリミエール。フランス語で光という意味です。働く女性たちの人生を照らす光になりたい。そんな思いを込めました。彼女は、ゆっくりと姿勢を正す。そんなブランドを任されたリーダーとして、人命よりも商談を優先する人とは絶対に組みたくありません。湯原さん。でも、人命を優先できる人となら。彼女の眼差しがまっすぐに俺を捉える。雨森さん、うちで働いてくれませんか？え？お給料は今の3倍を保証します。はい？冗談ではありません。湯原さんは真剣な表情で続けた。リュミエールは人としての優しさとビジネスマンとしての実力を兼ね備えた人材を求めています。昨日の出来事で雨森さんがまさにそういう方だと確信しました。でも突然のことで。もちろんすぐに決める必要はありません。ゆっくり考えてください。湯原さんは優しく微笑んだ。ただ、このオファーは、雨森さんにしかしません。私が責任を持ってお願いしている案件です。俺は言葉を失った。昨日までの暗い気持ちが、少しずつ晴れていくような感覚。ありがとうございます。心からの感謝を込めて答えた。考えさせてください。でも、その前に、俺は真剣な表情で、湯原さんを見つめ返した。まずは、湯原さんが完全に回復することが先決です。それまでは、どんな素晴らしい話も保留にさせてください。湯原さんは、その言葉に大きく目を見開いた後、柔らかな笑みを浮かべた。はい、その優しさこそ、私が求めている理由です。夕暮れの病室に、暖かな空気が満ちていった。窓の外では、新しい夜が始まろうとしていた。それから3週間後、桜屋本社の執務室で、俺は新しい仕事になれるべく奮闘していた。湯原さんは1週間前に退院し、すぐに仕事に復帰していた。彼女の回復を見届けてから、俺も正式に転職を決意したのだ。おはようございます、雨森さん。颯爽と執務室に入ってくる湯原さん。退院してからの姿には、病人の面影が微塵も感じられない。おはようございます。新しい環境には慣れましたか？はい。皆さん親切にしてくださって。湯原さんは満足げにうなずくと、少し表情を引き締めた。少し、お時間をいただけますか？はい、もちろん。社長室に案内された俺は、湯原さんの真剣な表情に、少し緊張を覚えた。
実はお話ししたいことがあって。彼女はウォーターサーバーからお茶を入れながら切り出した。私、今日まで黙っていたことがあるんです。その言葉に俺は軽く首をかしげた。実は私、今よりずっと前に雨森さんにお会いしているんです。え、そうなんですか。湯原さんの表情が懐かしむような柔らかさを帯びる。はい、3年前の冬、若手デザイナーの登竜門と呼ばれるネクストビジョン展示会、覚えていますか。その言葉に記憶が蘇ってきた。確かにその展示会を見に行ったことがある。業界の最新トレンドをチェックする目的で。あの時、私は自分の名前を偽って参加したんです。佐伯さくらという名前で。佐伯さくら。その瞬間、俺の脳裏にある光景が蘇った。会場の片隅で一人の若い女性が困り果てていた。展示用のマネキンが倒れ、衣装が破れている。会場まであと1時間。慌ただしい会場で、誰も彼女に声をかける人はいない。大丈夫ですか？声をかけた時、彼女の目は涙で潤んでいた。もうダメです。衣装が間に合わない。彼女は震える声で答えた。諦めるには早いですよ。俺は自己紹介もそこそこに、スーツを脱ぎ、作業に取り掛かった。え？この程度の破れなら、なんとかなります。昔、母の仕立て屋を手伝っていたので。ポケットから携帯用の裁縫道具を取り出す。母から、今の時代、男だって自分の服のほつれは自分で直さなきゃ、と口酸っぱく言われ、いつも持ち歩いていたものだ。でも、あなたの素敵な作品をここでダメにするなんてもったいないです。あなたの思いも努力も作品が全てを物語ってくれるんですから。一生懸命に縫い合わせながら俺は言った。だから諦めないでください。きっとあなたの思いは伝わります。彼女は黙ってうなずき、一緒に作業を手伝ってくれた。会場5分前、なんとか展示にこぎつけた。本当に、本当にありがとうございました。深々と頭を下げる彼女に、俺は軽く手を振って会場を後にした。その後、その展示が高い評価を受けたという噂を聞いた気がする。まさかあの時の。湯原さんは嬉しそうにうなずいた。はい、あの日以来、私の人生が変わりました。彼女はゆっくりと続けた。私は霊嬢として、桜屋の後継者として生きてきました。周りからの期待に応えることが私の人生だと思っていた。窓の外を見つめながら、湯原さんは懐かしむように語る。でも本当は、自分の力だけで何かを成し遂げたかった。そんな気持ちから、偽名で展示会に参加したんです。そして、あの失敗で、すべてが終わるはずでした。湯原さんは、俺の方にゆっくりと顔を向けた。そこで、あなたに出会った。作品がすべてを物語る。その言葉が、私の人生を変えたんです。それから、その展示会での評価が認められ、新ブランドのチャンスをもらえました。あの時の教訓を胸に、今度は本名で自分の力で挑戦することを決意したんです。そうだったんですか。あなたがクロスラインの社員だと後で知りました。それで取引もあなたに担当してほしかった。名前や肩書きではなく、実力と人間性を見てくれる人だと信じていたから。あなたこそが私の描くリュミエールを一緒に作り上げられる唯一の相手だと。俺は言葉を失った。運命の不思議さに心が震える。改めてお礼を言わせてください。湯原さんが深々と頭を下げる。あの時も、そして今回も、私を救ってくれてありがとうございました。夕暮れの光が二人の間に優しく差し込んでいた。これが運命というものなのかもしれない。こちらこそ、私の新しい道を開いてくれてありがとうございます。俺は努めて明るい笑顔で応じた。湯原さんは嬉しそうにうなずくが、その後、表情に暗い色が帯びる。
それと、もう一つ、お話ししたいことがあるんです。社長室の空気が一瞬で張り詰める。2年前に父が他界してから、いろいろと。彼女は言葉を選ぶように、少し間を置いた。リュミエールの立ち上げ、実は社内で大きな反対があったんです。反対ですか。はい。父の代からの古参の重役たち、特に専務の早見さんが中心になって。湯原さんの表情が曇る。若造の考えたザレ事、女が経営を語るな、そんな声が今でも。俺は拳を強く握りしめた。21世紀になってもこんな古い考えが。今回の件も、私が倒れた後、早見専務が動いたみたいなんです。クロスラインとの案件を白紙にしようとして。湯原さんは申し訳なさそうに俺を見つめた。早見専務は、私のブランドに最初から反対していて、雨森さんが不在になったのをいい機会に、この案件自体を潰そうとしているんです。すべての点が繋がった。大石部長の俺への必要な攻撃。すべては、早見専務の采配だったのか。湯原さん、俺は静かに、しかし強い意志を込めて言った。俺にできることがあれば何でも言ってください。え？リュミエールは必ず成功させましょう。湯原さんの目が大きく見開かれる。でも、早見専務は強大な権力を。構いません。俺は力強く続けた。3年前、あなたは一人の無名デザイナーとして勝負を挑みました。そして、実力で認められた。今度は、経営者として同じことをすればいい。湯原さんの瞳が、じわりと潤んでくる。実力は必ず、認められます。それに、あなたには武器がある。武器ですか？はい。人を思いやる心です。俺は、湯原さんの目をまっすぐ見つめた。人命を軽視するような経営者に、本当の意味での成功は訪れません。でも、あなたは違う。人としての優しさと、義理堅さ、そして、ビジネスパーソンとしての才覚を兼ね備えている。私を拾ってくれたのが、何よりの証拠です。窓の外では、夕日が赤く空を染めていた。だから、俺も全力で、サポートさせてください。湯原さんの方を、一筋の涙が伝う。それは、決意の涙のようにも見えた。ありがとうございます。本当に。彼女は涙を拭いながら、凛とした表情を浮かべた。私も、覚悟を決めます。父の築いてきた伝統は大切にしながらも、新しい時代に向けて、変革を。それが、本当の意味での、父の意志を継ぐことだと思うんです。俺たちは決意を新たに、リュミエールの再立ち上げに取り掛かった。そんな中で、インターンシップの時期が来た。俺は入社直後ではあるものの、担当の一人に選んでもらうことができ、一人の女子大学生が紹介された。はじめまして。大石恵里です。よろしくお願いします。凛とした声で挨拶する彼女は、年齢よりも大人びて見えた。だが、その横顔は、どこか見覚えがあるような。雨森です。よろしく。雨森さんはいつからこの会社に？実はつい最近なんだ。以前はクロスラインという会社に勤めていて。クロスラインですか？大石さんは少しためらいながら言った。知ってるのかい？父が、いえ、知人が以前お世話になっていたので。彼女は何か言いかけて、慌てて言葉を切り替えた。その仕草に違和感を覚えたが、俺はそれ以上は追求しなかった。それから2週間、大石さんは驚くほどの速さで成長していった。これ、前回のプレゼン資料を私なりにブラッシュアップしてみたんですが。彼女が差し出した資料には、俺さえ気づかなかった視点が満載だった。20代前半の女性の消費動向、SNS でのトレンド分析、若い感性と論理的思考が、見事に調和している。この分析力は見事だね。どこで学んだんだ？父が厳しくて、幼い頃から
数字を見る目には自信があるんです。そういった彼女の表情が一瞬曇った。自信を持っている、と言いつつも、どこかネガティブな感情が垣間見える。だが、俺の仕事は彼女の実力を発揮させ、この会社での仕事を知ってもらうことだ。とにかくいいところを褒めよう。そうなんだね。本当にすごいよ。こんな短期間でここまで。ありがとうございます。嬉しそうに笑う大石さん。だが、やはりその表情に、どこか陰りがあることに気づいた。ふと、彼女の机の上に目が行く。ノートの端に、無意識に描かれたような落書き。ファッションデザインのすがきだ。大石さんが描いたの。絵がうまいんだね。ああ、これは。慌てて隠そうとする仕草。まるで、誰かに見つかることを恐れているかのように。ごめん、見ちゃいけなかったかな。ああ、いえ。大石さんは、少しためらった後、意を決したように話し始めた。実は私、この会社で、デザイナーとして働きたいんです。そうか、それは嬉しいな。でも父が反対して、いい大学に行ったんだから、もっと安定した大手企業に行けって、デザイナーなんかやめろって。大石さんは目を伏せ、小さな声で続けた。亡くなった母がアパレルデザイナーだったんです。子供の頃から母の仕事する姿に憧れていて、デザイン画を描いたり、生地を選んだり、その時の母の目は本当に輝いていました。私も母のように好きな仕事で輝きたくて。彼女の声が少し震える。でも父はデザイナーなんて不安定な仕事はダメだって。母が早くに亡くなったから余計に反対して、私の夢なのに母の形見のスケッチブックも処分されそうになって。その表情には夢を追いたい思いと父への複雑な感情が交錯していた。大石さんはうつむきながら続けた。でも私はデザイナーとして働きたいんです。母みたいに。だから。彼女は顔を上げ、強い意志のこもった目で俺を見つめた。その瞳の奥には、かすかな反抗心が燃えているように見えた。内緒で実力をつけて、実力で分かってもらうつもりです。大石さんの姿が眩しく見えた。こんなにも夢に向かってまっすぐな目。彼女を応援しなければ、と直感的に思った。彼女のような人こそ、この会社に必要だろう。湯原さんとも気が合いそうだ。応援するよ。君の言う通り、実力があれば理解してもらえる。僕らも全力でサポートするから。ありがとうございます。頑張ります。それから数ヶ月が経ち、リュミエールは徐々に形を成していった。試作品の評価も上々で、バイヤーからの問い合わせも増えていく。湯原さんの思いは確実に形になりつつあった。やはり、湯原さんのデザインは素晴らしいですね。ミーティングルームで資料を確認しながら、俺は心からそう感じていた。彼女の描くデザインには、働く女性の気持ちが込められている。洗練された美しさの中に、実用性という強みがある。ありがとうございます。湯原さんは、照れくさそうに微笑んだ。だが、その表情にはどこか、陰りが見える。どうかしましたか？ええ、まあ。湯原さんは少し言葉を濁した後、ため息をついた。昨日の取締役会でまた。それ以上の言葉は必要なかった。早見専務を中心とした古参の役員たちからの反応は相変わらず根強い。若造のざれ言がここまで会社の資金を食い潰すとは。会社を潰す気か？このままでは、桜屋の伝統が台無しだ。耳に入る言葉は、日に日に辛辣さを増していた。気にしないでください。数字は嘘をつきません。この調子でいけば、必ず結果は出せます。俺は強く言い切った。ええ、わかっています。ただ、湯原さんの表情に陰りがさした。正直、販売経路のことは気がかりで、クロスラインさんの持つ百貨店とのパイプは魅力的でした。
全国展開への近道になるはずだったのに。彼女は少し言葉を選ぶように間を置き、続けた。新規ブランドにとって販路の確保は重大な問題なんです。特に百貨店は実績のないブランドを簡単には受け入れてくれない。クロスラインさんとの取引はその壁を越えられる大きなチャンスだったんですが。俺はその言葉の重みを身に染みて理解していた。アパレル業界で新規参入の障壁として最も高いのがこの販路の問題だ。それを一気に解決できるはずだった大手との取引がこんな形で。湯原さんの言葉が途切れた時、ミーティングルームのドアが開いた。失礼します。秘書の声が響く。クロスラインの大石部長様がいらっしゃっているのですが。その瞬間、空気が凍りついた。湯原さんと目が合う。予定にない来客だ。通してください。湯原さんが凛とした声で答えた。数秒後、黒いスーツに身を包んだ大石部長が入ってきた。相変わらずの威圧的な体格。お久しぶりです、湯原社長。大石部長は丁寧に頭を下げた。そして俺の存在に気づいた瞬間、表情が一瞬歪んだ。ほう、お前がいたとはな。馬鹿にしたような笑みを浮かべる。まさか桜屋に拾われるとは。世の中わからんもんだな。その言葉には明らかな敵意が込められていた。俺は黙って椅子に座ったまま大石部長を見つめ返す。感情的になってはいけない。今はビジネスの場なのだ。今日はルミエールのことでご相談が。大石部長は湯原さんに向き直った。その小姉にはどこか打算的な響きがあった。実は御社の新ブランドについて我々クロスラインでも非常に関心を持っておりまして。申し訳ありませんが。湯原さんが大石部長の言葉を遮った。確かクロスラインさんとの商談は白紙になったはずでは。まあ確かにその通りなのですが。大石部長は少し言葉を濁らせた後、意を決したように前のめりになった。実はあの後も記者の動向を注視させていただいておりまして、ここまでの進捗を見るにやはり諦めきれなくて。その表情には焦りと執着が混ざり合っていた。取引を失ったことで社内での立場も微妙になっているのかもしれない。ぜひとも改めて商談をさせていただけないでしょうか。大石部長はカバンから分厚い資料を取り出した。当社からの新たな提案です。御社のルミエール、全国200店舗での展開を約束させていただきます。湯原さんの目がわずかに見開かれる。200店舗、それは決して小さな数字ではない。ただしいくつか条件がございまして。大石部長の声が不気味な響きを帯びる。まず商品の企画権は当社に委譲していただきたい。価格帯も当社の基準に合わせていただく。それは。湯原さんが眉を潜める。その条件はリュミエールのコンセプトを根本から揺るがすものだった。企画権なんて最も大切なものなのに。そして担当は私が直接させていただきたい。大石部長は意味ありげな視線を俺に向けた。雨森君にはさっさと身を引いてもらう。そうすれば湯原社長、あなたの父上から受け継いだブランドを私が責任を持って育てさせていただきます。聞くところによると、このブランド御社内で難航していらっしゃるのでしょう。その瞬間、湯原さんの表情が凍りついた。父親の名を出され一瞬の動揺が走る。大石部長。俺は静かに、しかし強い意志を込めて声を上げた。リュミエールは社長の思いが詰まったブランドです。その魂を削ぐような条件は受け入れられません。ほう。大石部長が嘲笑うように俺を見た。お前に何がわかる。たかが数ヶ月そこらで桜屋のことなど。わかっています。俺は大石部長の言葉を遮った。リュミエールは単なるブランドじゃない。働く女性たちの人生を照らす光。
そんな湯原さんの思いが込められているんです。笑わせるな。大石部長の声が低くうなり、その大きな体が前のめりになる。机を強く叩く音が応接室に響いた。そんな綺麗事で商売が成り立つと思っているのか。世間知らずのお嬢様が父親の金で夢見がちな妄想を語るんじゃない。その言葉には明らかな侮蔑が込められていた。大石部長はまるで子供を諭すような上から目線の笑みを浮かべる。現実を見ろ。このご時世に理想だけで食っていけるほど甘くはない。所詮後取り娘の道楽にしか見えんがな。その瞬間、空気が凍りつくような緊張に包まれた。それでも湯原さんはまっすぐに大石部長を見据え、凛とした声で反論した。違います。私は理想と現実の両立を目指しています。だからこそ安易な妥協はしたくありません。父の意志を継ぐとはただ伝統を守ることではありません。新しい時代に向けて伝統を進化させること、それが本当の継承だと私は信じています。湯原さんはまっすぐに大石部長を見つめた。申し訳ありませんが、クロスラインさんのご提案はお断りさせていただきます。後悔するぞ。そう吐き捨てるように言うと、大石部長は荷物をつかみミーティングルームを後にした。扉が強く閉められる音が空気を震わせた。ありがとうございます。湯原さんが小さな声で言った。私を支えてくれて。いいえ、俺は静かに答えた。私はただ正しいことを言ったつもりです。そうですよね。雨森さんはいつだって正しいと信じていることを。信念を曲げない。私も強くならなくちゃ。井原さんは自分の方を自分で叩き、喝を入れていた。相手が大石部長というのもあり、少々感情的になったかもと反省していたのだが、彼女を元気づけられたのならよかった。それから数週間後、リュミエールの企画会議が開かれた。俺は各種データの分析をしていたが、大石さんが表情を曇らせながら近づいてきた。これを見ていただけますか？彼女はタブレットを差し出した。画面には、競合他社の分析データ。その中に、見覚えのある企業名があった。クロスライン。これがどうかしたの？うちと契約しているいくつかのプロジェクトで、どうしても業績データが合わなくて。大石さんに言われ、俺は慌てて確認した。確かにどれも少しずつだが数字が盛られている。決裁者は全て早見専務だ。これってまずいですよね。報告してくれてありがとう。俺は大石さんが出力したデータを見比べながら湯原さんへの報告に向かった。数週間後、データの報告をしていると、突然オフィス内が慌ただしくなる。どうしたんでしょうか？大石さんが首をひねる。俺は嫌な予感がして、湯原さんの元に向かった。すると、応接室の前に、湯原さんと大石部長が立っているところを目撃した。え、大石部長。雨森貴様。大石部長は、俺を人睨みすると、同席を促した。彼はアポなしで来訪したらしい。オフィスが騒がしかったのはこのためか。我が社との契約を一方的に破棄するとはどういうつもりだ。応接室に入った途端、大石部長が怒鳴り声を上げる。その手には一枚の書類。おそらく取引中止の通達だろう。クロスラインとは様々な取引を行っていたから、損失は大きいに違いない。湯原さんは冷静に対応した。大石部長、まずは落ち着いて。落ち着くものか。10年来の取引先を、たかが数字の誤差程度で。誤差ですか？俺は静かに、しかし、確固たる意志を込めて言った。3割以上の水増しを、誤差と呼ぶんですか？大石部長の表情が一瞬、こわばった。何を？すべて証拠があります。俺はデスクの上に、大石さんが用意した資料を広げた。プロジェクトごとの実績データと、報告された数字の比較。その差は明らかだった。俺は
デスクの上に大石さんが用意した資料を広げた。青いファイルには過去3年分のプロジェクトデータが整然と並んでいる。まずこちらがデパート向け売上の実績データです。報告では月商8000万。しかし、実際は6000万。1枚目をめくる。大石部長の呼吸が荒くなっていくのが聞こえた。次にセレクトショップチェーン。報告1億2000万に対し、実績9000万。グラフを指でなぞりながら説明していく。赤と青の折れ線の差は一目瞭然だった。資料を広げ終わったところで、俺は大石部長をまっすぐ見つめた。気になるのは、この差額の行方です。大石部長の顔が青ざめる。特に気になるのは、毎月定額で振り込まれている、雑費という名目の支出。受取人は SM 商事。早見専務の関連会社ではないですか？大石部長の喉から、かすれた声が漏れる。俺は確信をついていた。早見専務との癒着。それが、すべての元凶だったのだ。すると、大石部長の表情が一変した。これまでの動揺が消え、代わりに冷笑を浮かべる。ふん、わかったような口を聞きやがって。低くうなるような声。大石部長は立ち上がり、窓際に歩み寄った。この業界ではな、こんなの当たり前なんだよ。数字の調整、どこだってやってる。綺麗事だけじゃ生き残れないんだ。振り返った顔には、あざけりの色が浮かんでいた。お前みたいな正義感は知らないだろうな。大手百貨店との取引、セレクトショップとの契約、表向きの数字だけじゃ、絶対に通らないんだよ。どこも裏で調整して、実績作って、それが商売ってもんだ。机に両手をつき、前のめりになる大石部長。早見専務、そりゃそうさ。上に立つ者が得るのは当然だろう。俺だって、そのおこぼれに預かってるだけだ。これが、この業界の掟ってやつさ。その声には、諦めと自重が混ざっていた。正直者が馬鹿を見る世界でな。俺はこうやって稼いできたんだ。綺麗事を言って、飯が食えるか。証拠、そんなものいくらでも消せる。お前一人の告発なんて。吐き捨てるような口調で、大石部長は言い放った。お父さん、もうやめて。突然、切迫した声が響いた。応接室のドアが開き、大石さんが飛び込んできた。彼女の目は涙で潤んでいる。エリー、お前、どうしてここに？インターンシップで来てるの。ここで働きたいって何度も言ったでしょ？大石部長の目が驚きで見開かれる。大石さん、部長の、あの時の違和感、ためらい、すべてがつながった。はい、この人は私の父です。大石さんは震える声で答えた。部長はしばらく絶句していた。娘が目の前にいることが信じられないという表情。だが、少しして首を横に振り始める。バカな。ここで働くなんてダメだと言っただろう。お前はもっとちゃんとした会社に。ちゃんとした会社で何？お父さんみたいにずるいことをしてお金を稼がせたいの？それは。私知ってるんだよ。大石さんの声が震える。その目には怒りと悲しみが混ざり合っていた。お父さんみたいに数字を偽って取引先を騙すの？そんなことをやらせたいの？大石部長の顔から血の気が引いていく。いつもの偉そうな態度はどこへやら、怒られた小学生のようだ。そんな彼は小さな声で返事をした。違う、そうじゃない。じゃあ何なの？大石さんの声が突き刺さるように響く。お前のことを考えて、お前を育て上げなければ。それって本当に私のため？部長は言葉を失い、娘を見つめるしかない。湯原さんと俺は父と娘の対立を静かに見守るしかなかった。お父さんが私をいい大学に行かせたかったの分かってる。私立の学費も払ってくれた。塾にも行かせてくれた。全部分かってる。でも、そのためにこんな方法を取るの？数字を偽って他人を騙して。大石部長はうつむいたまま、震える声で答えた。私には
大した学歴がないんだ。大学どころか高校も中退した。だから、かなり苦労をした。その言葉に、応接室の空気が重くなる。お前には、そんな思いをさせたくなかった。いい大学に行って、いい会社に入って、そうすれば、幸せになれると思った。大石部長の声が、徐々に力を失っていく。母さんにも約束したんだ。お前を立派に育てると。だから。お母さんの名前を出さないで。ぴしゃりと、厳しく言い放つ大石さん。静かな、しかし、強い意志のこもった声だ。お母さんが望んでたのは、こんなことじゃない。人を騙して生きていけって教えたの、違うでしょ。大石さんは一歩、父親に近づいた。お母さんが教えてくれたのは、正直に生きること。自分の信じた道を歩むこと。私、その言葉を信じてる。だから。彼女は深く息を吸い、決意を込めていった。私はこの会社で働きたい。湯原さんや、雨森さんみたいに、自分の信じる道をまっすぐに歩みたい。その言葉に、大石部長の声が詰まる。涙が、頬を伝え落ちる。そうか、大石さんの母親は。エリー、私はただお前に幸せになって欲しかっただけなのに。湯原さんはゆっくりと大石さんの方に歩み寄った。私から一つ話があります。その声に父と娘が顔を上げる。実は大石さんのお母様とは親友でした。大石さんの目が大きく見開かれた。え？そうなんです。同じアパレル業界でライバルでもあり親友でもあった。彼女は本当に素晴らしいデザイナーで。湯原さんの目が遠くを見つめる。私がリュミエールという名前にこだわった理由、実はナナミとの約束があったんです。大石部長が息を呑む音が聞こえた。ナナミが。湯原さんはゆっくりとうなずいた。彼女は最後の時、エリさんのことを本当に心配していました。あの子、思い詰めるところがあるからって。大石さんの方を涙が伝え落ちる。でも、それ以上に心配していたのは、大石さん、あなたのことでした。大石部長が驚いて顔を上げる。え？主人は強がりだから、きっと、一人で抱え込んでしまうって。湯原さんの声が柔らかく響く。そして、最後にこう言われたんです。私の代わりに、エリの夢を応援してあげてって。湯原さんは、深く息を吸った。リュミエール。フランス語で、光という意味です。これは、ナナミとの約束なんです。働く女性たちの人生を照らす光になる。そして、エリさんの道を照らす光にもなれたらって。お母さん、そんな風に。だから。湯原さんは、まっすぐに大石部長を見つめた。大石さん、娘さんの夢を、応援してあげてください。それが、七海さんの最後の願いだったんです。大石部長は、長い間黙っていた。その間、誰も声を発することができない。ただ、窓から差し込む午後の陽光だけが、静かに部屋を満たしていた。やがて、大石部長はゆっくりと顔を上げた。その目には、涙が溢れていた。俺は、なんて愚かなことを。震える声で、大石部長がつぶやく。七海、私は、約束を守れなかった。大石さんが、そっと父の手を握った。お父さん。エリー、すまなかった。大石部長は、娘の手をしっかりと握り返した。私は、お前の夢を、母さんの夢を潰すところだった。湯原さんは、静かに微笑んだ。まだ遅くありません。これからでも。ああ。大石部長は、ゆっくりと立ち上がった。その姿には、もう以前のような威圧感はない。代わりに、何か温かいものが感じられた。湯原社長。大石部長は、深々と頭を下げた。申し訳ありませんでした。いいえ。湯原さんは優しく首を振った。これからが大切です。
エリさんと一緒に新しい道を。大石さんは父の腕にそっと手を添えた。その仕草はまるで母親のようだった。お父さん、私頑張るから応援してくれる？大石部長はゆっくりと娘を抱きしめた。ああ、もちろんだ。その言葉に大石さんの目から大粒の涙が溢れ出た。俺はその光景を静かに見つめていた。人はどんな時でもやり直せる。そう信じられる瞬間だった。その後、大石部長自身の告発により、早見専務の不正が次々と明らかになっていった。数字の改ざんは氷山の一角に過ぎなかった。社内でも自分に従わない社員への執拗なパワハラ、昇進降格の恣意的な運用、経費の水増し請求の強要、部長以上の役職者には協力金という名目で毎月10万円程度の上納を強要していた。早見専務は全ての責任を取る形で退任。その後、法的な処分も受けることとなった。申し訳ありません。私も加担していた身として。大石部長は取締役会で頭を深く下げた。その姿からは、かつての威圧的な雰囲気は微塵も感じられない。私は、早見専務の指示のもと、売上の水増し報告、経費の不正請求、部下たちへの圧力、すべてに関与してきました。ただ、これ以上の隠蔽は、娘の顔を見て、このままではいけないと決心しました。早見専務の起こした、粉飾決算の規模は総額3億円程度。内部告発を受けた監査役会の調査でも複数の不正が認定された。大石部長も自らの過ちを認め役職を退くことを願い出た。一般社員として一から学ぶそうだ。退職金も辞退し、これまでの不正で得た利益は全額返還すると申し出た。それから数日後、俺は大石部長から連絡を受けた。新宿駅近くの喫茶店、待ち合わせ場所にはすでに彼の姿があった。お待たせしました。席に着くと大石部長は深々と頭を下げた。いつもの威圧的な雰囲気は消え、代わりに何か疲れたような、しかし穏やかな表情を浮かべている。アメモリー、本当に申し訳なかった。静かな、しかし、確かな声で謝罪の言葉を口にする。俺は間違っていた。大石部長はゆっくりとコーヒーカップを手に取った。その手が少し震えている。数字を偽って部下の手柄を横取りして、すべて娘のためだと思っていた。いい暮らしをさせてやりたい。いい学校に行かせたい。そう思って。一呼吸置いて彼は続けた。でもそれは結局、自分の弱さをごまかすための言い訳だった。本当は自分の出世のために他人を踏み台にしていただけ。お前は正しかった。人命を優先した判断は間違っていなかった。むしろそれを非難した俺の方が。部長。いや、もう部長と呼ばないでくれ。今はもうただの平社員だ。彼は苦笑を浮かべた。エリは桜屋のインターンで成長した。あの会社ならきっと正しい道を歩めるはずだ。湯原社長もお前も本当の意味での人としての優しさを持っているからな。大石部長、いや大石さんはゆっくりとテーブルに頭をつけた。すまなかった。本当にすまなかった。その謝罪の言葉にこれまでの怒りや憎しみが溶けていくのを感じた。大石さん、顔を上げてください。俺は静かに、しかし確かな声で言った。あなたはすでに大きな一歩を踏み出しています。不正を告発し、自分の過ちを認め、そして娘さんの夢を応援する決意をした。それはとても勇気のいる決断だったはずです。大石さんはゆっくりと顔を上げた。その目には涙が光っていた。アメモリ。人はいつからでもやり直せますよ。大石さんの表情が
少しずつ和らいでいく。ありがとう。本当にありがとう。俺たちは新しい一歩を踏み出していた。それは許しと和解の一歩、そして誰もが持っている光を信じる一歩だった。時は流れ、1年後。入社式緊張しますね。大石さんが新入社員のスーツに身を包んでいった。彼女は見事桜屋に入社。インターンシップでの実績とその後の成長が認められての採用だった。父の事件があった後もチャンスをくれて本当にありがとうございます。湯原さんは優しく首を振った。あなたの実力よ。それにこれも七海との約束だからね。ありがとうございます。素敵なお友達がいて母はきっと幸せだったと思います。リュミエールも順調な滑り出しを見せていた。湯原さんのデザインと現場からの意見を生かした商品開発、そして何より人としての優しさを大切にする企業理念が多くの共感を呼んでいた。売上目標の 120% です。報告する俺に湯原さんは嬉しそうにうなずいた。ありがとう。これも雨森さんのおかげね。いえ、社長の思いが。またそうやって謙遜して。湯原さんは少し困ったように笑う。その仕草に俺の心臓が跳ねた。実は最近、俺は彼女のことで心が騒がしい。仕事の話をしている時でも彼女の笑顔に目を奪われる。声のトーンの変化に一喜一憂する。あの、湯原さん。はい。今度の休みにお時間ありますか？思い切って声に出した。湯原さんの目が少し見開かれる。あるわよ。柔らかな返事に胸が高鳴る。実は、リュミエールの新作について、いろいろとアイデアが。仕事の話？湯原さんの声が少し落胆したように聞こえた。その反応に勇気が湧いてきた。いえ、その、個人的なお話を。言葉が途切れる。湯原さんの方がかすかに赤く染まった。楽しみ。その言葉に、俺の心は大きく踊った。そして、お互いの気持ちを確かめ合ってから半年、俺たちは良きビジネスパートナーとして歩んでいた。いや、ビジネスだけの関係ではない。社内恋愛か。ある日、大石さんが感慨深げにつぶやいた。私の両親も同じ業界での出会いだったそうです。大石さんは懐かしそうに微笑んだ。母は新人デザイナーで、父はまだ平社員。展示会の準備で深夜まで二人きりになることも多くて、母が作ったデザインを父が営業で一生懸命に売り込んで、二人三脚で頑張っていたって。窓の外に視線を向けながら、大石さんは続けた。母は、お父さんは昔から几帳面で真面目な人だったって。数字には厳しかったけど、デザイナーの気持ちを一番理解してくれる営業マンだったって。だから、今の父の姿を見ると、少し寂しくなります。その言葉には、父を思う娘の複雑な感情が滲んでいた。でも、最近は少し変わってきたかも。父、私の作ったデザイン画を見て、お前の絵、母さんに似てきたなって、10年ぶりに母の話をしてくれて。大石さんの目が少し潤んでいた。そして彼女は涙を拭って俺に微笑んだ。お二人とってもお似合いです。ありがとう。その言葉に勇気をもらい、ある日彼女に思いを告げることにした。リュミエールの準備で様々な店舗候補を回った後だ。場所は夜の港、ライトアップされており、穏やかな波の音と風が心地いい。湯原さん。はい。俺、ずっと一緒に歩いていきたいんです。あなたと。真摯な思いを込めて告げると、彼女は優しく微笑んだ。私も。彼女の手をそっと握る。温かい感触が心に染み渡った。雨森くんは、あの時私を見捨てなかった。その優しさが
私の光になった。そして今、私たちの光になっている。これからも一緒に光を灯していこうね。彼女の言葉に、俺はしっかりうなずいた。思えば、あの雨の日から随分と時が流れた。人を助けたことで仕事を失い、一度は全てを失ったと思った。でも、それは新しい出会いへの扉だった。人は誰でも光を持っている。その光は時に迷い、揺らぐことがある。大石部長のように、こう思う気持ちが歪んでしまうこともある。娘の大石さんのように、自分の夢を諦めかけることもある。でも、人は必ず立ち直れる。諦めなければ、必ず道は開ける。それは、湯原さんが教えてくれた大切な真実だった。